第41回プライムタイムエミー賞は、テレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで、1988年6月1日から1989年5月31日までに、アメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である。受賞式は1989年9月17日に、カリフォルニア州パサデナにある、 パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はジョンラロケットが務め、アメリカではホックスが生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月16日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、LL を7人の弁護士の15部門で、素晴らしき日々が11部門と続いた。主要部門の最多受賞は、チアーズと、 t.e.b. キャスターマーフィー・ブラウンの3部門だった。受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、括弧はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。 ありがとうございます。